もう今年からここでいいじゃん。来年から。来年からここでいいな。お母さん見えないとか言ったんだけどさ、見えるよね。今日は花火大会だったんですけれども、そらくんは友達と見に行きましたけど、あまりにも混んでて帰ってきちゃいました。屋上からですね、今撮ってます。もう間もなく終わりますね。7時半から。7時半から8時。7時半から8時半までなんで、もうあと少しで終わると思います。今日はめっちゃ暑いですね。電線が邪魔だな、そこの。まあ一応見れるね。いよいよラスト始まるぜ。このラストはほら、8時26分だし、ね、さあ、三脚このくらいの高さになんないとあれだよね。これが多分ラストのですね、大玉ですね。ほら、見てください。あれ何このしょぼさは。あ、やっぱりほら、そうだよ。ほら、大玉だよ、今の。来た。ズームする。ズームしない方がいいんだ。音とさ、あれが全然。すごいね。うん。来てますね。最後ですから。これラストですよ。そばで見たらすごいんだよね、このラスト。いつもこの上げてるすぐ直下で見てたんで、すごいね、これ。という音とは花火にはだいぶずれてるね。やっぱり遠いから音の方が遅いんだよね。うん、毎分340だったと思う。毎秒か。これでかい音。でかいね。音がいいね。はい、来た来た来たぜ。これだよ。高いね。相当高いよ、これ。うわ、見てください、これ。おお、7秒。すごい。これはすごい。これ、今日見た中で一番でかいね。俺、さっきから見てるな、でも。あんぐらいあったよ、さっきから。あ、そう。動画編集してたんだね。久しぶりに。俺もでかいよ。俺もでかいな。うわー、来た。これビデオよりさ、実際の方がはるかに綺麗だね。うん、オレンジ色なんだよね、実際は。これなんか白っぽく映ってる。明るくしちゃってるからさ、そうなっちゃうんだよ。リアルなんだよ。終わりが。あそこになんか飛行機飛んでるね。ヘリか、あれは。また来たよ、これ。これも高いわ。うわ、すごいな、これ超すごいな、これ。
たみたいだね。花火大会を最後に見たのは確か3年ぐらい前だと思う。大雨の日行ったら夕立が降ってきて大雨でですね、大変な目に遭いましたね。カメラ壊れましたね。それで中止になったじゃん。中止になっておまけに終わりじゃねえのこれ。終わった、はい、終わった、終わったみたいですね。俺ら今柵のない危険なところに、危険なところにいるんで、ちょっと怖いんですよねこれ。なんかこの辺がですね、見えないと思うんですけど、あ、全然見えてないね。塀がないんで、ここは本当はこっちに塀がある。どれ、こっちには塀があるんですよ。こっちにはでも、こっちにはない。映ってねえよ全然。終わったね。終わったな。焚き火やろうか。じゃあ終わりました。花火大会下から、ここから落とす。どれ、ちょっと大丈夫、ちゃんと止まってる。いや、わかんない、ボケてる。さっき花火大会終わったんで、その流れでですね、屋上から降りてきて焚き火してます。またちょっと神社に行って薪をですね、少し確保してきましたんで。あ、こっち暗いな。これ映ってないな。これそらくんの、あ、ボケてる。テーブルですね。こういう時は超便利ですね、これが。私は今日は暑いんで、ホットコーヒーではなくて、アイスコーヒーをいただいてますけど、これです。うまい。なんか我が家の屋上から花火が結構よく見えた。あの人混みの中を行かなくてもいいかもしれないですね。これ火の弾ける音が、薪の弾ける音がいいですね。今日の薪はですね、乾燥してるんでパチパチってよく燃えますね。もともと今日は30度以上今でもあるんで、もうかなり火のそばに来ると暑いですね。